びっしょびしょだな。涙と汗と。ああ、やりきった証拠っす。うわー、もう臭いんだと。臭い。わあ。みんなごめん。アイドルだ。うわー、だって強かったんだもん、敵が。臭い。マジリスペクト。リットちゃん。いやもうどっちかだもん、ごめん。いや待って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 。謝らなくていいっす。そんなこと言ったら俺だって申し訳ないっすよ。だって毎日教えてくれたのに全然できなかった。うんこみてえな成績でバカな子は。そんなことないって。うわ最初一緒。いやいや待って待って、もうだってプラチナ手前までは行きたいみたいな話してたじゃないですか、最初始めるとき。そう目標に、うん、言ってた。一生もできたしプラチナ手前まで行ってるし目標達成してるって。うわとは柔らかいんだ。まあ柔らかかったっすね今日確かに。マジで下痢なんだとは。これから硬くするから。そうね、いい、そう、健康な食事から始めよう。オッケー。健康な選択肢から始めよう。パッと欲しいな。え、あのヒットボックス？うん、欲しかったな。あ、ヒットもう買いますよ俺が。俺が買いますからもう別にそんなの。物なんかどうでもいいから一旦。勝ちたいね。勝ちたいよね。うん。垂直。やるなぁ。いや、サロメちゃん。あれか、デーマンさんとリベンジか。そうっすね。ミサキリベンジか。マジか。いや、でもディトネーもよく頑張った。いや、ディットちゃんもうまいけどね。普通にボコボコにされたよ、だって。いや、でもすごいな、その。俺が逆に多分初めての FPS の大会でタイマントーナメントみたいなのやってそれぐらいの成績で終わった時、いや俺よく頑張ったなって多分笑顔ですよ俺だったら多分。マジで絶対笑ってると思う俺は。すごいストアさんも。いや負けず嫌いなんだよ。いや負けず嫌いもそうかもしれないですけど、なんか視野が広いなって思った。俺にも申し訳ないとか、その、うん、見て応援してくれてる人に申し訳ないっていうので多分来てるメンタルに来てるんだと思いますけど、うん、ちょっと俺も見習いますその精神。勉強させていただきますその精神力。本当にフォア様大丈夫か。出るんですけど。えぐい。助けて。聞いたことない声。喉が気管に入っちまった。もうなんかやられるとやられてる時の悟空みたいな。助けて。クリリンのことか。ことない。めっちゃ似てる。めっちゃ似てる。似てるわけないだろ。すげえ。すげえじゃねえんだよ。すげえじゃ。むせたら似るんだ悟空に。似ないよ。でも一つだけ褒めていい？自分のこと。あの一つところがまあはいはい、褒めてください。これさめっちゃさ2つぐらいか、うん、はい2つぐらいでもいいんだけど、はい。まず1つ目ははい初心者なんだけど上に食いついたこと。いや本当にそれはそう。で2つ目は、はい、多分エドとスト6の人口を増やしたこと。間違いないっす。これは間違いない本当に。江戸時代増えてると思う。ガチで。いや増えてるんじゃないな。あのちなみに江戸って難しくてやめる人めっちゃ多いんですよ。江戸むずいな確かに。でもトマ様見てその江戸戻った人いっぱいいると思う。うん。それはね、いや江戸ちょっとかわいそうだったんですよ。新キャラ出てきて1日目にプロたちにあこいつ弱えわって言われて捨てられてたんですよ江戸って1日目で。でそんな中で一応エドをやってたのが何人かいたんですけど、多分トマ様が一番影響力あった本当に。マジかよ。いや絶対そう。実際俺エドに戻っただって。いやほらトマ様のおかげでエド買ったよ。だってエド買ったやばいでしょもう。それがトマのこの大会の成績じゃん。本当にすごいって。練習も頑張ったな。うん、まあ、あとこれ言ったら余計悲しくさせるかもしれないですけど、うん、マジで全然優勝ありましたね。あーわーわ
優勝が見えるぐらいまでやっぱやれてた。画面はきついな。確かに最初なんかとは負けた次のザンギとガイルの対策しましょうって言われてたしな。まあね、ことは昔。それでももうだいぶ前じゃないですか、1年とか。だいぶ前、ちょっと覚えてないですね、もう昔の話は。いや俺はもう信じてたから、トア様を。つい10日ぐらい前にこんにちはしたけどな。絶対トア様ならやれると思ってた俺は。うわ、手のひらくるくるやん。マジで信じてた、トア様。ただ昨日のさ、立川さんのアーカイブ見たけど、はい、パナシしろパナシしろ、なんでパナシするんだよ。おー、ザンギ返した。お、すげえ返したな。おー、わーすごいねって言ってて、手のひらくるくるなんて、もう話変えんじゃねはい、なんすか。はいはい、もういいよ、大会見よう。立川のことなんかどうでもいいや。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、トア様。いやいや、これ今日はねミラーの練習してたやつでね、俺が。そう、あー、はい、やっぱ応援してるから盛り上がるんですわ、ああやって。逆にトア様、俺の試合応援してみてほしいですわ。だ、いつでやんのよ、立川さんは。だろう、ちょっとまだ分かんないですけど、今年のリーグ出れたらストリートファイターリーグあるんで。でもさ、知識がなさすぎるからさ、おーとかしか言えないよ。いやいや、そんなことないと思うんですよ。わい、わ、立川さんすごいなーぐらいしかないよ。いや、もうだいぶ知識ついてますって。うぅ、え、だって試合の内容ももう分かるじゃないですか、この二人の内容も。いや、そんな分かってない。いや、うわー、出ました。読み合いがなんか最初普通に、うわ、マジ無理だ、もう最悪やぐらいのレベルだったけど、もうそれもなくて、普通にストローク面白かったよな。なんかランクとかも、あ、クソおんねえな、これなんだよね、意味わかんない、ボコボコにされてよ、クソったれがみたいな感じだったけど、でもなんか自分がなんで負けたのかとか、あ、この読み勝った時とか楽しかったし、それができたのは立川さんのおかげだったからな。ね、うわー、もうちょっと強かったのな、トアが見せてあげたのにな。悔しいな、見せてあげたいな。まあ肩ハゲやけどね。あ、あ、わかりました。なんすか、肩ハゲって単語聞こえたんすか。なんで悪口言ってんすか、俺がトイレ行ってる間に。違う、それって悪口言ってたりしてたんすか。違う、もう違う、違う、いや、悪かったって、俺が勝たせてあげられなかったら。違う、違う、俺が悪いよ。それ立川さんのことじゃないから、立川さんのことじゃない、立川さんのことじゃないから。え、エドのこと、エド、エド、エド、あ、エドのこと、あ、エド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 、あ、ならいいか。うん、エド、エド、ならいい、確かにな、うん、あんな難しいキャラな、もっと簡単なキャラになれよ、あいつ。いや、でもエドはエロいんだよ、エロ、エロ回ってない、回ってない。エドはエロいからね。あ、じゃ間違えた、エロ、エド、エロエッドいからね。エロ、そう、エロエッドいからさ、エロエッドいからね。でもあのなんかね、お腹がエロいよ。あとパンツ見えてる感じもすごいいい。あ、へそもいい、あ、いいよね、やっぱね。わかるよ、ちょっとあの なんで細マッチョ、あれがいいね、やはり。確かにね、細マッチョいいっすね。やっぱエドのファン増えたと思うわ。俺も結構その紐が緩いズボン履くんで、あのパンツ見えるときあるっすよ、俺も。きっしょ。一応ね、小ネタ。だからこの世で一番いらない小ネタ。その立ち上がるときワイプ消すんですよね、俺。そのちゃんと紐を締めてもらってもいいですか。誰も見たくない。誰もみんな不幸になる。誰も全員が不幸になる。全員不幸になるから。何もプラスにならない情報か。いらねえ。また来た今日の。でも詳しくなったっすね、トア様も。格ゲーにも。俺のことにも。いや、格ゲーだけでいいわ。タチはいらないのよ、別に。誰かまとめてくんないかな、立川の小ネタ。いらない情報まとめ。いらないレベル星5みたいな。それいいっすね。5段階ぐらいにしてね。
っごいすっごいいじられんだろうな、そのまま。なんかなんだっけ、お尻に穴開いてる、あ違うわ、お尻に、まあ尻には穴開いてますけど一応そのあ開いてるよそりゃほらねえ違う、イボイボがあイボジの方ね、イボジの方ね、イボジの方ね、イボジの方、俺いない時に言ったんだけどな、アッタ様が一応なんかマジ終わってる終わってる終わってる、立川さん今日までありがとう、さよならありがとうございました。ちょっと待って終わり、ひどいお別れだ、終わってる終わってる終わってる、あまりでもひどいお別れだろこれ、やばい、これアーカイブ消しといて、ちなみに消しといてね、とあのこのちょっとまずいから、あさすがにこのアーカイブうんとカットしようかな、この部分もう切り抜きされてれば今の絶対やばい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 